お笑いコンビジャングルポケットのおたけがラジオ番組パンサー向かいのフラット TBS ラジオで元メンバーサイトを新人の脱退を受けてコンビ名の改名を検討していることを明かしました。斉藤の契約解除により太田博久とおたけの2人で再スタートすることになり、現在の名馬に由来するコンビ名に対してクレームが増えたことも改名の要因としています。東海帝王で奇跡の復活を狙うなら最高の名前だな。手裏剣トリオとか南下競争で覚えやすいよね。おたけと太田でシンプルだけどその分インパクトあるかも。大竹メンバーズでちょっとファンクラブっぽくて受けそう。コンビ名に2をつけてセカンドバージョンみたいな名前も面白そうじゃない。コンビ名にもネーミングライツ導入したら結構新しい展開が見えるかもね。なんでナダルって聞くとラファエルの方を思い浮かべるんだろう。芸人の方ちょっと影薄い。へえ、チオパンチってちょっと攻めすぎだけど受けるかも。 W ニューヨークって名前検索すると全然違うものが出てきそう。大竹って無難だけど逆にいじられやすくて良さそう。シンプルに大田と大竹で行こうよ。キャッチーで分かりやすい。アニマル定番とかちょっとレトロな感じで逆に受けるんじゃない。うっちゃんと関わりたくないみたいな感じで少しパンチの効いたコンビ名も面白いかも。シンプルに大竹で決まりじゃない。覚えやすくていいよ。斉藤陳次とかちょっとユーモア聞いてて面白そうだな。もじゃもじゃインブって名前インパクトだけは抜群だけど攻めすぎかも。 W 若くもで響きがいいしなんかかっこいいよね。奇跡の復活をテーマにしたなら東海帝王とかもありかもね。ロケバス1号車で現場感あって親近感湧くよね。太田最高って叫びたくなるような名前でいいと思うよ。どうあれこの2人に罪はないからこれから頑張ってほしいと思う。